毎度教育ジェルトです、はい、今回の動画は日本でいる間の最後のスパーリングをするということで、ちょっともう YouTube 撮っていこうかなって思うんですけど、フライトはフライトは、今日がね金曜日なんで、次の来週の月曜日の30日予定なので、まあ、多分この動画上がってる頃にはもう僕はメキシコにいると思うんですけど、はい、まあ、最後 の日本国内での最終調整のスパーリング動画を撮っていこうと思うんですけど、はい、今日はねちょっとプロモーション活動でちょっとダゾーン、うん、ダゾーン配信があるんですけど、それのまあメインということでいろいろプロモーションの撮影とかが今日ダゾーンの方から入ってるんで、そうなんですよ。で今ちょっとね、ダゾーン のインタビューとかを今やってたんですけど、ちょっと英語のセリフ言わなあかんとかあってちょっと言ってください。ちょっと苦戦した再現再現 This Friday watch my fight live on DAZN っていうセリフを5回ぐらい言わされたしかもね、カンペあるけどカメラ目線で撮れたからこうやってできないんですよ。あ、目線が動いちゃう。それのおかげでめちゃめちゃ脇汗かいたっていう練習前から。そう、練習前ね。これから練習なんですけど、まあ、日本最後の調整で、まあ、ラストスパーリングですね、4ラウンド、まあ、やるんですけど、今回トータル、今日で112ラウンドかなのスパーリングですね、なんですけど、まあいい調子も上がってきてて、まあ、体重も今で 53.2 キロかな、あと 4.3 キロですね。でちょうど2週間になるのかな、試合まで、はい、じゃ計量までか、計量までちょうど2週間なんで、まあ、この時期によってはすごいいい体重も順調に来てるので。向こうでスパーとかは、まあいや別にやらなくてもいいかなと思ってるんですけど、まあジムも近くにあるということなんで、そのジムで調整しながら、まあ、日本でやれる調整は今のところ順調に来てるので、今日はラストスパーリングを今回この YouTube で撮っていけたらなって思うんで、うん、皆さん、楽しみにしててください。お願いします。Good.
ちょっと高い。はい、ありがとう。はい、終わり。はい、2回目いきます。当てようとしないで軽いのから穴に行くの袋。ああ、ナイスだ。そうそうそう、いいプレッシャー。自分じゃないよ、俺じゃないよ。おいし、少し詰めて、はい、いい距離だ、いい距離だ、いい距離。もう少し気持ちした。そうそうそう、はい、はい、終わり。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、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 はい、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 撮影もあるから頑張ろう、頑張んないと頑張んないと速攻中だ、速攻中だ、はい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 、疲れたね。やっぱりちょっとね、疲れ溜まってるなってありますね。明日もやったんですか？朝やりました。コーチトレーニング、この前 YouTube 上げてたでしょ、あれやってきました。で、まあスパーね、112ラウンドか消化しましたね。まあでも今日ちょっと力んでたなっていうのがありますね。ジャブは出たんですけど、ちょっと力みあったから空振りも目立ったし、まあでも全然調子上がってきてるから、まあ心配はないですけど、とりあえずあと少しね、ちょうど2週間か。来週1週間はどんなプランですか？まあでもメキシコ入りするんで、あっちのジムで、まあ、ジムワークする感じですけど、もうそんなこうスパーとかはそんな多分やらないんで、まあ、ミッド打ちとかサンドバック打ちとかで、まあだからもうコンディショニングがもうここからですね、もうやれること日本でやってきたんで、あっち行ってからはコンディションをしっかり、コンディショニングをメインで、ウェイトもそうですけど、あとはもう上げていくだけです。ああ疲れたね、やばいっすね。でもまあフライトする期間も伸びて、逆にいい調整できたから。こっちは11日の昼試合、そうですね、6月11日の12時ぐらいらしいですね。ダゾーンで、はい、ダゾーンで、まあ、なんかメキシコ現地やと10日の夜10時ぐらいらしいです。結構遅いですね。ということで、まあ今日はあのメキシコ行く直前の国内ラストスパーの動画、あのありがとうございました。まあ引き続きメキシコでしっかりコンディションをしっかり中心にやっていくんで、あの応援していただけたら嬉しく思うんで、ぜひ頑張って勝ってくるんで期待してください。お願いします。ありがとうございました。